はい、こんにちは。高塚にあります中華料理シーファンの松本です。以前ね、乾燥のフカヒレを戻してフカヒレの姿煮を作るっていう動画を流したんですが、すごい手間暇かかってね、大変な作業なんですね。今は業務用としてこのようにもうほぼ戻して冷凍になったのが売ってるんですね。これはもうお店にとってはもう本当にありがたいことなんです。冷凍のフカヒレを使ってこれをもう少し戻しして、それから味付けしてステーキにしていきたいと思います。はい、まずはね、流水で解凍していきます。フカヒレに直接水が当たらないようにね、端っこに水を流しながらゆっくり溶かしていきます。ここに紹興酒たっぷり、生姜のざく切り、はい、こんな感じでしょうか。ひたひたよりもちょっと少なめぐらいでいいですよ。というのも、もうこの状態になってから水をいっぱい入れるとゼラチン質ってどんどん溶け出してしまいますので、もったりした食感のフカヒレでなくてね、パサパサになってしまいますので、水は極力減らして、これでね、蒸していきます。様子見るためね、40分蒸し上げます。結局1時間蒸したんですが、いい具合に柔らかく仕上がりましたね。これを今度流水で水を流して冷まして、中のね、軟骨のところ、ここをちょっと掃除していきます。はい、流水する時もね、ボウルなど当てて直接ねフカヒレに当たらないようにね、優しく水を流していきますよ。はい、ではね、こんなちっちゃいナイフの背を使って、こういう、ね、余分な軟骨とかね、皮のところをね、掃除していきます。ある程度ね、これもサメのね香りなんで置いとけばいいんですけども、あまり置いときすぎるとアンモニア臭が残ったりしますので、食感もね良くないのでね、本当に軽くですが取ってやります。この中は軟骨が入っていることが多々ありますよ。なので今はね、業者さんの方で綺麗に掃除したのをこうやって買えるんですね。なのでもうほとんどありません。とっても便利になってます。本当に感謝ですね。はい、もうこんなんでいいです。はい、こうやってお掃除していきます。
募集。ここもね、大事なのがね、もういっぱいいっぱいお水を入れないことです。フカヒレもね、ゼラチン質が全部水に移ってしまいますので、もっちり感がなくなってしまいますのでね、もう本当に少しね、これぐらい入れるだけで十分ですよ。はい、ではこのフカヒレをね、蒸し器でずっと蒸していって、柔らかく、しかもね、あのゼラチンが残った状態で蒸し上がるように、一枚一枚様子を見ながら蒸していきます。ここがね、一番大切な作業になりますよ。はい、では蒸していきます。今からね、1時間前後がね、出来上がりになっていきます。この練りウニを使ってウニソースを作りたいと思いますのでね、ご覧ください。ではまずね、卵一つはね、そのまんま、もう一つは黄身だけをね加えます。ちょっと濃い卵ステーキになるわけですね。はい、ここでね、この練りウニを小さじ2杯加えます。はい、これをねよく混ぜておきましょう。これでね、準備ができましたよ。こちらが昨日戻したね、フカヒレの姿です。今日はこれにね、味を含まして焼いていきます。紹興酒、ね、今回大事なのが、グツグツグツとスープを煮詰めて白濁させます。この白濁、白く濁らせる作業でね、とっても旨味が出てきます。ここでね、お塩、砂糖を少々加えて、はい、胡椒。はい、では昨日ね、仕込んだフカヒレを加えます。
ではね、このままスープと一緒に一旦冷まします。冷ましていく過程でぐっと旨味がこのフカヒレの中に入っていきますので、この冷ますという作業ね、とても大切になってきます。はい、こちらがね、冷蔵庫でね、冷ましましたよ。ではね、焼いていきますので、ペーパーにのせて水気をね、しっかり切ってやります。そしてね、うっすらとね、小麦粉を振ります。どうですか、フカヒレの周りがね、少し色づいてきましたね。はい、こういう状態でひっくり返してやります。焼けてきました。美味しそうですね。はい、これでね、裏の面もしっかり焼いてあげて出来上がります。はい、ではその間にね、今度ソースを仕上げていきます。はい、先ほどの煮詰めたスープを鍋に戻します。今回のソースで大事なのがね、スープをこれ以上沸かさないということですね。あまり温度を上げずにね、作っていきますよ。はい、もうね、しっかり味は整ってます。はい、では水溶き片栗粉を加えますよ。沸騰すると硬くなるのを計算して、水溶き片栗粉の量を調整します。そしてまだ全然温まってないぬるい状態で、この卵で溶いたウニのね、ベースを一気に加えます。温度が高いとね、卵が分離してしまうんですね。だから温度を低い時にこの卵を入れるようにしましょう。はい、そしてここから火をつけて沸かしていきます。はい、ウニのソースの完成。これね、焼いた白身魚とかにもね、ものすごく合いますのでね、ぜひ試してみてください。味はね、塩味、それからお砂糖少々で OK です。はい、では盛り付けていきます。
はい、いかがですか。フカヒレのステーキの完成です。ものすごくいい匂いしますよ。こんな感じでいろんな中華のお料理やヤムチャ、天津、デザートなどどんどん配信していきますので、ぜひね、チャンネル登録していただいて見ていただいたら嬉しいです。ではまた。じゃあ試食してみます。外はカリッとして、中はもちっとして、それをね、ウニの柔らかいソースが包み込みます。